普段からすごい使わせてもらってるんで純粋にもう嬉しくて二人ですぐ話してね夫婦共演がちょっとまあ照れもありますけどなかなかでもこういった機会をいただかないとないのでなんか楽しもうねっていう感じでしたけどいや私本当にもうずっとウーバーイーツの CM がしたくてしょうがなくていや本当に先ほどもあの朝ごはんウーバーイーツで頼みましたし しかも2つ前ウーバーイーツ1つしか頼めなかったじゃないですかでやっと2つ頼める瞬間も知ってるんで私もう何でもウーバーイーツと共に成長してるぐらいのどんどんウーバーイーツが改善されてどん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 すごいところまで来てるから、まあ、私もうすごいですよ博士博士です博士だよ、ね、えー、な何頼んだんだろうね 2016年でしょやっぱり仕事が忙しくて結構シッターさんとかに息子をお願いすることとかがあってそういう時にやっぱりどうしても時間がなかったり食材を用意できなかったりとかする時がすごくあったのでウーバーイーツでお願いしますだったりそういう,こう気軽にこうご飯を 頼めるるっていうかあの遠隔もできるのできの私が仕事場に行った時にあの家にいる人に頼んであげるとかもできるのでそういう便利さっていうか本当共働きで大変なのでそういうちょっと息子の食事とかの管理もできるのでやっぱそこが本当に助かってます、はい、あの何作か撮らせていただいたんですけど。 面白いんですよ。だからすべての CM が面白いんですけど、まあどうだろうね。共演に関してはやっぱね、ちょっと恥ずかしいんだよな、俺は。えー、なんかね恥ずかしいの。全然恥ずかしくないです。なんだろう。そうなの？<laughs> 全然恥ずかしいんだよね。なん,なんか。何か？なんかねちゃんとこう目見たりできない。<laughs> えー、なんか小カメラの前だし、うん、スタッフさんもいっぱいいるし。うん でスチールのスタッフさんとかも来てくださったんで、あ二人でえ見合ってくださいとか言われるんですけど、なんかね照れちゃって。<laughs> 本当に？<あ>全然照れないです。本当？<laughs> うん本当だよ。いや俺なんかちょっと恥ずかしくてちょっと緊張しちゃうんだよな。うわ一人で緊張してたの。うん、うん、ドキドキしてた。<laughs> あんまりないじゃん。そうだよねパックしてたもんね昨日。昨日パック。<laughs> たり<あ>なんで、ね、えパックちょうだい。そう、私のパックを奪って、いつもしないのにしてました。ははは、きって。そういう感じで、気合がすごい入っております。はい。<laughs> どれもすごい面白いんですけど。やっぱり、あの。ちょっとスプリンクラーで <laughs>。水び出しになるところが。なんか、楽しかったよね。そうね。 あんんななことないもんね一発勝負で<う>本番一回勝負でね、うん、あの二人でスプリンクラーでびしょびしょになるっていうカットがあるんですけど、うん、なかなかお芝居でも、うん、びしょびしょになることあんまりないので楽しかったですすごく。あ、はい、あれじゃんあののハンバーグのお弁当ハンバーグのお弁当ね。<そう> <laughs> しかもあの何がいいって行くとこ混んでるお店が結構あるんですよ並ぶとか、うん、行きたいんだけどね並ぶのは嫌だしっていう時、うん、ウーバーイーツしちゃうとすぐ来てくれるじゃないですかそれが本当にありがたくて、うん、結構一日あに人気店調べて頼んだりしてますけど私はねさっきヨーグルトを を頼みました結構その町ごとにいろんな頼めるものが変わるのでエリアごとに。で自分の,あの住んでるところでは頼めないものが出てくるのでそういうのでブワーッと調べて「うわここなんかがある」とかこの多分テーマでもあるんですけど「ああれ買い忘れちゃった」っていうものを奪いつで、ね、料理しながら 調味料とか頼むんです私そうしめじとかでシッターさんが「あこれは買い忘れちゃいました」で「あ大丈夫です奪い付で頼むんでピピピ,ピ」ってコンビニののもも届くもんそうだから本当にめちゃめちゃ便利で本当助かってますあの配達してくれる人にもういつも「ありがとうございます」って言って感謝です本当にあの忘れ物だから夜 あもう閉まっちゃったり家帰ってきて「あちょっと今から出るのは遅いな」だけど「明日どうしよう」「フレンチトースト作りたいのに牛乳なかった」とかそういう時に夜頼むんですよあの遅いところ空いてるとかあるのでそれで助かったりとか本当にしてるのでだからなくなったら困るんです <laughs> 本当にありがたいです。 家族でご飯食べ行ってちょっと人が混んでたりしてこう待たなきゃいけないとかなった時にやっぱりじゃあ奪いつでいいんじゃないっていう瞬間は結構あるというかうん、うん、かなりありますそういう瞬間はね罪悪感みたいのってないでしょはいだよね <laughs> だって いろんな味付けだったりその逆に勉強になることがあるのでいろんなあの今流行ってるお店のおかずが頼めたりとかだから自分の,その作る料理の,その幅を広げれるっていうかウーバーイーツでこの彩りがやっぱり添えれるのであとなんかこうなんだろう自分のこう気持ちが楽になるっていうか。だからすごく私は本当ににプラスに どんどんこう捉えて生活にこう Uber Eats をどんどんこう皆さん取り入れてって欲しいなと思いますね。私はまあもちろんこういう共働きのご夫婦だったり、まあシングルマザーだったりシングルファザー、やっぱり皆さんすごく大変な状況がある中でのやっぱ食事って一番大事なところなので、そこをやっぱり Uber Eats に本当に あの託していただきたい自分の時間を大切にしてほしいなっていう一日24時間って本当にあっという間なのでやっぱり食事の時間をなるべく皆さんとこう幸せにしてほしいなっていう使い方をしてほしいのってやっぱ高齢者の方にもすごくおすすめでどうしても大変じゃないですかこうご飯を買いに行ったりとか。だからいいろんな使い方が本当に できるんだあと日用品の重いもの水だったり結構お米だったりそういう重いものも自分で買いに行くのって大変じゃないですかだからそういう重いものを配達していただくっていうなんだろうもう食事って多分もう人生でで食べらられれるる回数って限られて限じゃないですか僕だってあと何食食べれるか分かんないんでその一食一食やっぱ大事にしてほしいな。でそのの一一食一食自分が本当に好きなものを 食べててしいなって思うんでまあ若い子もそうですし一人暮らしの子たちもなんか自分が好きな食事が必ずウーバーイーツにあると思うんで是非頼んでみてほしいなと思いますけれども。